スマニュータウンスマニュータウンは1970年に入居が開始された神戸市のニュータウン。元来、六甲山脈西部の丘陵地だったが、1964年からポートアイランドを造成するにあたり開発され、その跡地をニュータウンに転用して1970年から順次入居が始まった。入居開始に合わせて前年の1969年には、 西神戸有料道路が開通し、その後1984年には三徳バイパスも開通した。スマニュータウンは順次拡大されるが、その間の1971年に神戸市営地下鉄、静清、山手線が着工され、1977年3月13日に新長田駅、大谷駅間が開通した。 8年後の1985年8月には、ユニバーシアード神戸1 5が、スマニュータウン西部の神戸総合運動公園で開催され、その2ヶ月前の6月18日に、地下鉄は、学園都市駅まで延長された。スマニュータウンの内妙谷団地は1977年6月6日に、垂水区から、スマ区に編入された。なおスマニュータウンエリア内の輸送手段として、 モノレールの建設が計画されたもののさ汰やみに終わっているが、神戸市の依頼を受けた民間の調査会社がまとめた報告書が現在でも残されており、神戸市立中央図書館で広く閲覧することができる。ありがとうございます。